ろんなことがあったろう、苦しいこと、胸が痛むこと、それらの記憶たちにありがとう言えたら、人生はバラ色だけど、足元に一つ転がった石ころみたいに蹴飛ばされても角のない笑顔で丸く微笑んでいられたらいいな。誰かがくれた愛情を裏返しにして遠ざけていた、傷つくのを恐れてトゲを出すネズミのよう、悲しみ、怒り、憎しみ、その全てと肩を組めたなら、明日の自分をもっと信じてあげられるのに。美しく優しく、みずみずしく恵み、丘の上に香るあの花のように。そして、今日はその続きにある感想の部分をお届けしました。なんかこう穏やかな気持ちを表現したくてですね、ちょっとまたいつものこの僕の大好きな転調をしました。基本的に G のなんだろうキー、G じゃないんだけど本当はカポつけてくる、言ってるところを一回転調して、この A メジャー7、まあ、正しくは B メジャー7ですけど、この調に一回飛んでまた戻ってくると、でまた G に続いていく。この後もうちょっとだけ曲が続きます。まだちょっとね展開もうワンクッションあるのかないのか今すごい悩んでて、今書いてます。そして次の新曲もね、いやちょっとずつ書こうとしてんだけど、いくつかまあ候補はちょっとずつあるんだけど全然決まらない。いや頑張ろう。明日レコーディングもありますんで、また曲作りはできないので、これはね、まあ、ツイキャスもあるしライブもやってるし、いろいろね超同時進行進んでおりますので、まあ、自分にプレッシャーかければかけるほどきっと体の全細胞が頑張って反応して、いい曲を連れてきてくれると信じています。音楽の神様、素敵な曲にこの曲を仕上げてまた15曲目作っていこうと思います。もう根性ですよ。頑張りますので応援よろしくお願いします。そしてライブに遊びに来てください。前回もすげえたくさんの方に遊びに来ていただいて嬉しかったです。次またね、ライブがありますので、まあ次のライブとしては、名古屋ですが、名古屋の皆さんねぜひ会いに来てください。周辺の皆さん会いに来てください。東京からも来てくれるそうです。大阪からも来るそうです。もう全国いろんなとこから名古屋に集まれ。そして、その翌週21はまた町田でイベントがあります。僕の主催のイベントです。そして、5月終わり6月とまたライブが続いていきますので、ぜひ友達誘ってきてください。お友達誘っていただけるとめっちゃ嬉しい。そして、お友達におすすめしてくれるともうめっちゃ嬉しい。この CD ぜひぜひ聴いてみてって、プレゼントとかねしてくれると本当に、嬉しいです。ぜひぜひ、たくさんの人に、伝えてこの輪をもっともっとでかいものにしていきましょう。会場でお会いできることを楽しみにしております。小山純一でした。